皆さんおはようございます。陽子です。現在5時20分。今日はとっても早起きして茨城県の美浦村にある美浦トレーニングセンターにやってきました。今日は宝塚記念出走のお馬さんたちの直前追い切りの様子を見学していきたいと思います。それでは行ってみましょう。美浦トレセンの朝はとっても早い。この日のツアーの集合時刻は朝の5時半でした。ちなみにもう少ししたらサマータイムが始まり、会場は今よりもう1時間早くなるとのこと。まずは南調教スタンドへ移動し、トレーニングの様子を見学させていただきました。南調教馬場には4種類のコースとウッドチップの半路馬場、そして小規模の各種練習コースがありました。調教が始まってすぐ、宝塚記念の出走馬マリアライトが馬場に登場しました。それでは調教の様子をご覧ください。今まさに充実期に入ったという感じだと思いますよ。走り出しました、 もう早くも行きますね、はい、これはちょっと単走になりますかね、はい、それで、これでゆったりと向こう上面まで行った段階から、まあ、見ていただきたいんですが、このところ長めでね、ちょっと追っておりますけど、6日ぐらいからやってるんですが、今日もどの辺から行きますか。ちょうどですね、外らちいっぱいをずっと回っていっていますね。これでちょうど今1、2コーナー中間、これから2コーナーに向かいます。まだペースの方はね、ゆったりとしたものなんですけれども、このフットワークですとか、それから馬全体の仕草というのをね、見ていただくといいですね。まあ、ガーッと行きたがっているのか、あるいは上の人に、ね、集中しているのか、そうしたあたり、それからフットワークですね、全体こうずっとこう流れていくような感じ、これをご覧いただくといいと思いますね。さて、少しずつペースアップしてきたのはお分かりでしょうか。もう15秒、まだ乗ってる人のアクションを見ますとね、ここでちょっと内から追い抜いていく馬がいますね。それであと4波論、800も過ぎたところから、はい、まだそんなにペースアップはしません。ちょうど3コーナーのカーブに入ります。相変わらず外らちいっぱい、あと600、3波論のところを切ります。それでこれから一頭だけで一番外を回ってきていますね。ポイントアチいっぱいのところを回ってきておりますが、前の馬が先に行きましたけれどもね、追いかけてきた馬がね、はい、でここでラストスパートに入ります。最後の一波論が間もなくですね。このフットワーク、首差し、こうしたところを見てください。上に乗ってる人はもうほとんどね、手綱は、まあ、少しだけですね、強めという、コメントになりますでしょうか。過ぎた後も見てください。全くアクション触りませんね。すぐに止めるという動作ではありません。過ぎてからも最近はこんな風にずっと、同じスピードで入りまして、コーナーのカーブ、そこでこの辺のあたりから少しずつ減速に入ります。何かもう糸も楽々と走っているという感じで、体調の良さっていうのは伺えますよね。ですからおそらく時計ですとか、そうしたものはそう大したものではないんですけれども、今ご覧いただいたように非常に滑らかな感じが伺えると思います。久保田調教師の会見がこの後ね、行われる予定で、本来ならね、皆さんにも見ていただきたいんですが、残念ながらスペースの関係でね、ちょっと入ることもできませんし、これは明日の新聞ですとか、コメントをご覧いただければと思います。多分金曜日の晩あたりからですね、グリーンチャンネル、それから土日は競馬場でも、多分コメントが流れると思います。というところで、まずはマリアライトをご覧いただきました。ちなみに今日のスケジュール、フェイムゲームがですね、ハンドを1本上がった後、こちらに降りてきてウッドチップで最終追い切りを行うというスケジュールですね。ですからもうあとちょっといたしますと、今度はフェイムゲームの追い切りをご覧いただけると思います。
あと注目のデュラメンテ里のクラウンという堀調教師の2頭ですね。これは現在8時50分ぐらいと、まあ、9時前ぐらいですね、多分販路を十分見ていただいてそろそろ次へ移ろうかというくらいの段階だと思いますが、やっぱりねこれを見ませんと宝崎記念の追い切りって、あそうよかったねって、何見てきたのってね、でデュラメンテ見なかったよって言うと何しに行ったのって言われますんでね、これだけは絶対見ましょうね、はい、本来あの堀田着用なんですが今日カッパ用意してないんじゃないかなそういう最悪のケースがなんとか避けられそうですので、お昼過ぎ近くまでですねお付き合いください。そして次はフェイムゲームの登場です。お忘れますか、今入りますね。背番号が、ゼッケンの12番確認していただきましたね。前に一歩先に行きます。それを追いますか、それとも別に今はちょうど馬場の真ん中どころを通っていますね。これ1コーナーのあたりでだんだん外目出していきます。仮に前と合わせるとすると4馬身ぐらいの間隔、今ちょっと詰まってしまいましたね。はい、ここで後ろにつきます。2馬身半、もうフレームゲームはね、はい、私が行くと前に煩わしいのがいるなみたいな、そんな感じでね抜きたいのかもしれませんけれども、じっとも乗り手の指示に従って、はい、ここで3馬身から4馬身の間隔で向正面に入りました。少しでピックアップしていきましたね。ここからの時計になると思いますけれども、はい、少し詰まって3馬身ですが、その差を保とうとしてます。はい、これで4ハロンの標識過ぎました。今2馬身というところ、1馬身半まで詰まりましたね。どうしても前にすぐ追いついてしまいそうになりますね。で、あと600、ここで今標識を通過しました。まだ我慢していますね。全体の時計としてはそんなに早くなってこないだろうと思いますので、最後の1ハロンに注目ということでしょうか。で、後ろから行った馬が基本的にはだいたい内に入ってね、ここで体を合わせます。もうね、満を持してましたんで、それでもまだね、マルタキのアクション見てください。内なのでちょっと見にくいんですが、大きなアクションというのはほとんどありませんね。というかもう持ったままという感じできました。馬なりに近いんですが、ここで1馬身半から2馬身ぐらい突き放してのゴールというところで、まあ、うなってるような感じですね。打たせば出る時計をぐっとぐっと我慢して我慢してという感じで来た感じがします。まあ、これだけ暑くなってきますとね、疲労というのは寒い頃に比べますとよりこう、増しますんで、まあ、そしてこれも考慮されているのかもしれませんですね。最近あの馬の栄養などが、ね、非常にバランスいい食事になっておりますし、夏バテというのはですね昔ほど効きませんね。さあ終わりました。これで向正面まで流していますが、あ、まだまだ余力十分に走りたいというそんな感じがありますね。マルタ騎手ね、先週サマースプリントシリーズの第一戦を勝ちましたんでね、あっと言わせる勝ち方でしたが、語れてみるとそういやあの馬が強かったんだよなということをね思い出しますよね。さあこれで終わりまして、これからあとは厩舎へ戻りがてら、クールダウン、やっぱり40分ぐらいあります。その後、まあ、シャワーを浴びせてもらって、それから手入れをした後ようやく朝ごはんという感じになりますね。今日はあの厩舎訪問がありますので、馬がどんなものを食べてるか、馬というとね、まあ、草食で動物ですので草をずっと食べてればいいかと思うんですが、競走馬はそれではとってもカロリーが足りません。ですからね、主食が塩爆になっていますよね。それも何種類かの麦、
それから草でもですね、栄養価の高い草ですとか、いろいろなものを混ぜ合わせて食べてます。それにあとは、まあ言ってみれば人間でいうとサプリメントのようにしまして、さまざまな栄養食品を、これを取っています。まあ、食べ物に関しては非常にシビアな検査が行われておりましてね、これは言ってみればドーピングの問題なんですね。禁止されたものが入っていると、もしそれでレースに勝ったとしてもそれはもう失格の扱いになってしまいますし、没収ですのでね、そういうことのないようにもすごく気を使った食事をしていますね。